こんにちは、井上です。そうですね、今日はサイレントピリオドがあるということで話していきたいなと思います。と、まあ、この本、この本っていうか、なんていうか、まあ、サイレントピリオドってのは何かっていうと、あれなんですね。まあ、特にそのイメージとしては、なんかこう、なんていうのかな、こう帰国子女とかで、まあ、帰国子女っていうか、だから現地に行って学習してる人とかですぐ話さないってことですね。あ、目の前にあったんで。ちなみにね、これ僕が持ってるの第4版で、この本すごくいいんですけれど、日本語教育能力検定試験、僕は買った方がいいと思うんですけれど、別に日本語教育してなくても、外国語とか学習に、まあ、なんていうのか、そういうのを体系的に知りたいって人は、買った方がいいと思うんですよね。日本語の特徴だったり、まあ、そういうなんていうのかな、第二言語習得理論のね、基本的なこととか書いてあって、すごくいいんですけど、唯一ね、なんかあれなのは、結構サクッとバージョンが変わっちゃうんで、教えてる人とかと一緒に使ってるとね、なんかもう違うバージョンになってて、って時があるんですよね。で、買い直してまた変わってるみたいな。まあまあ、それ以外は、それがすごくいいんですけれど、で、改めて、サイレントピリオドってのは何かっていうと、この本にだから載ってるんですね。定義が。まあ、だから、なんていうのかな、こう自然な環境下、要するにだから海外とか行って、特にその学校の授業とか受けるんじゃなくて、外国語を習得するときの初期として、まあ、沈黙期、定型表現の使用で、構文と意味の単純化によって特徴づけられていると。で、そのサイレントピリオドっていうのはね、第二言語習得の初期段階で見られて、特に子どもの学習者に多く、まあ、第二言語に触れ出しても、まあ、決まり文句以外はほとんど話そうとしないと。まあ、第一言語でも見られますよと、子供で。一般的に数週間から数ヶ月続き、第二言語の習得、第二言語使用の準備段階として必要な期間とされると。まあ、だから、その、インプット仮説の考え方に基づくもので、要するに、ちゃんとインプットするまで、なんていうのかな、こう、水に、だから、コップに水が溢れ出してくるようなもんで、ある程度溜まるまで話さないし、人によっては、もうそれが溢れ出してくるまでいかないと話さないみたいなもんですよね。で、大人の場合は沈黙期を選ぶ学習者と選ばない学習者に分かれると。で、これは学習者の社会適応、まあ、要するに平たく言うと性格とかみたいなもんですよね、が関係しますよと。で、これって僕はすごい重要だと思ってて、まあ、なんでかっていうと、まあ、なんて言うんだろう、だからそういう体系的な訓練するとか、僕もだから五行作文とか通訳訓練法とかいろいろやらせるし、まあ、そういうのはそういうのでいいと思うんですけれど、まあ、でもそうは言っても話す気にならないとか、まあ、あと別に何でもそうですよね。まあ、ちなみに昨日だとちょっとそういうね、こう英語の先生にブログを教え、英語の先生になりたいみたいな人で、まあ、ブログとか書かなきゃみたいな人と話してて、ちょうどそういう話になったんですけど、まあ、なんていうのかな、要するにだから、学ぶっていうこととすぐ出てくるっていうところが別にそんなに一致してる必要はないってことですよね。まあ、それこそ10年ぐらい経って腹落ちする時もあるから、まあ、もちろんね、早い方がいいのかもしんないけれど、まあでもしょうがないっちゃしょうがないし、なんて言うんだろう、だから一番のポイントは、そこでこう過剰に自分を責めるのは良くないですよって話なんですよね。だからなんかそういうサイレントピリオドってのがあって、まあある程度そういう時期があって、少なくとも、まあ、数週間とかね、数ヶ月とか話さない時っていうのは、全然あることだし、まあなんていうの、それがしかもそのね、子供とかでだから無口な子っているじゃないですか。そういう感じですよね。別にその後一言も喋らない人っていないから、やっぱりいいものに触れるってすごい重要なんですけれど、で、それでまあね、あと段階的な、まあそういうスピーキングの訓練とかさせてあげるとかね、まあアウトプットの訓練するってのも重要なんだけれど、まあでも過剰にやっぱり考えすぎないってことも重要だなっていうところがあって、まあそこをだから伝えておきたいなと思ったんですね。たくさんインプットするってことが重要だし、まあある程度たまるまではやっぱすぐ出てこないんで、そこが分かってると気楽にいけると思うんですよ。で、この気楽にいけるってのは結構重要だと思ってて、要するにその時間とか量の問題だっていうことは多いんですけれど、そこ分かってないと過剰にエネルギーを使っちゃって、で、なんでうまくいかないんだろうみたいになって、だから僕ね思うんですけれど、よく自責型の人間になれとか言うけど、僕あんまそれ微妙だなって思う時あるんですよね。なんでかっていうと、別に世の中ってやっぱ他人とのインタラクションで決まって、他人とか環境によって決定されてることってすごい多いんで、なんていうのかな、別にそのなんて言うんだろう、あんま自責してもしょうがないこと多いんですよね。で、それがなんかその自分がコントロールできることにフォーカスしろっていうんだとわかるけれど、なんかその結果にフォーカスしちゃって、しかもその結果の原因を全部自分のせいにすると病む気がするんですよね。だからその自責っていうのがいい結果を出すための
いい原因を作るっていうところだったら分かるんですよね。これやったらこういうふうになる確率が高いっていうのだったら分かるけれど、例えばだからインプットしたら話せるようにね、理解可能なインプットやったら話せるようになる確率高いとか、であとは5行作文みたいなことを言って少しずつ出していったら話せるようになる確率が高いってなったら分かるけれど、でもそれが相手に受けるかどうかって、まあ友達になれるかどうか分かんないじゃないですか。だって好みがあるから。で、相手がすごい差別主義者で嫌な時のやつの可能性もあるから、その時にあいつと友達になれないの自分があるみたいなこととか、話が盛り上がらないの自分があるとか言ってもしょうがないじゃないですか。で、僕は過剰に、要するになんていうの、環境とか他人との兼ね合いで人生決まってると思うから、あんま、自分を過剰に自責するのって意味ないなって思うし、まあ、見てると結構病んでる人多いなって思うんですね、そういうことを習って。で、だそういう意味で考えると、このサイレントペリオドっていうのも自分の体の仕組みとして、そういうちょっとね待つ機会が必要な人もいるから、まあ、過剰にね自分を責めない方がいいんじゃないかなと思って、そういうふうに来ましたと。はい、では失礼します。